えー、今回発売されましたタウチサコオリジナルグラフィックカラーの、えー、アローズブースターなんですが九州エリアの島村楽器限定でこちらのカラーが手に入ります、えー、皆さん九州の方なら皆さんご存知ボーラーメンカラーですしかもここ緑に光るので完璧にボーラーメンですよろしくお願いします 島村楽器博多アミュプラザ店さんがよく最近ちょっと棒ーラーメンとコラボをいろいろしてらっしゃって私もストラップをいただいてですねいついつつけようかとやっぱ九州行った時かななんて思ってるんですけどまあ棒ラーメンといえばやっぱ家に何かないかなって探すと大体あるみたいなそういうこう馴染み深いラーメンなんですけど あの、裏面を見るとですね、冷やし中華も作れるって書いてあるんですよ。知ってましたか <laughs> あのー、<laughs> おすすめです。それめっちゃもう、すごい、スポンサーガチでされんのよ。<laughs> <laughs> 食べなる <laughs> あのスープに酢入れて。本当ですかはい。冷やし中華の作り方が裏面見ると書いてある。あ、自分が音楽を始めて、 であの本当に始めたばっかりの頃はどこに行ってピック買っていいかもわからないみたいな感じだったんですけどで中学1年生でギターを始めてで高校生ぐらいになってやっとこう楽器屋さんにドキドキしながら行くようになってもう本当にあに怖いんですよとにかく。そその頃そんなにギターをやってる 女子とかなかなかいないんでこうエフェクターコーナーとかを見て店員さんに話しかけられそうになるとスーッて逃げるみたいな感じだったんですけどだんだんこう,こう店員さん優しい店員さんとかがやっぱあの優しく話しかけてくれたりしてこう相談に乗ってくれたりとかいうのを繰り返すうちにもう楽器屋さんもうパトロールかなっていうぐらい行くようになってであの何を隠すとその下村楽器九州福岡 イムズにあったもう今ないんですけど島村楽器であのオレンジをどうしてもこれが欲しいんですって店員さんにお願いして輸入してもらって買った思い出があります。